でも飛んでいきたいこの上を。あれもののけ姫の天狗、天狗じゃない、あの3ってやりましたね。ゾウリン履いて、下駄履いた、うんうん、あれあいつここここ行きますよね。あれここ悪いやつ、うんうん、あの首狙ってる人でしょ。なんか本当に石の上に石乗ってるとなんかなんかね、うん、なんかね、ないね、怖いよね。そこ石読んだんだよ。これ降りれるんですか？降りて好きに石積んでいいんですか？すごい、何これ。これ誰か一個頭巾かぶせない人にかぶせたら明日お米いっぱいかもしれないですよ。それなんだっけ？笠地蔵。ここで地獄、地獄？地獄？上まである。これも階段のようですかね。ああ。なるほど、いいね、メルヘンになったね、一気に。歩き方のせい、それか喋り方、四角い顔のせいか、不潔じゃないのにいつもちょっと。お、殺生石だ。どうしてんの？人いんの？何人いるんですか？鹿？ただ降りてくるのはいいんですけど、土日交通であるんで道路見張っておかないで。なるほど。林から道路来るやつは車とこっちの。かわいそう。まあ事故の元の原因があるっていう感じになっちゃうんで、最悪生き物やかいなんですけど、人でもないし物でもないんで危険が起きない。ああ、そうなんだ。鹿さん渋滞でかいんで、車の方が結局負けるんで、壁ぶつかって止まればいいんですけど、まあ、ここから上ガードレールに来たら下崖ですから、もしぶち当てをしたとなれば、もう、だから、あの、へぇ。歩くから上、200頭以上いますんで、まあ、大体平均すると15頭ぐらいの群れが200いるってことは、もう、やつ9つの群れが、至るところからバカンバカン来るのと同じようになるので、それの一胸がここにいるだけです。それを気をつけないと、いきなり飛び出すは、生まれてやっちゃったか、なんか帰れません。絶対に帰ってください。最悪なくなったんだ。すごい。触ってみて、冷たいんだってよ。いいことをしていると、温泉の量が冷たい。地元の私が化粧水で使ってるみたいな。入れ物を持ってくれば。わかんない匂い。地元はみんな入れ物を持って組んで帰る。なるほど。うん。砂の毛、砂ごと10回ぐらい。もう変わってるよ。お、うわあ、すごい。すがすがしいよ。そうよ。イエイ。